小金山鳥は、イグチモクイグチカ山タケ属のキノコである。過食とされているが、やや苦い。日本及び北アメリカ東部に分布する。小ならやクヌギ、ミズナラ、チーなどのブナカの紅葉樹林で夏から秋にかけて、発生する、外生菌根菌で、単生群生する。中型、大型のイグチカのキノコであり、傘は、直径4から10センチメートル、始めは、 平たいまんじゅう型で後にほぼ平らに開く。傘表面は、線黄褐色、黄土色で、ほとんど平滑粘性はなく、ほぼ無毛である。観光は、自家製ほぼ理性上であり、黄色のち、オリーブ色を帯びる。高校は小型で、洋筋時は、黄色い菌紙で塞がれている。柄は、長さ六から十一センチメートル、太さ十三から二十ミリメートルで、下方に、多少。 大のまり、黄色から黄色を呈する。柄表面は上部あるいは前面が細かい網目模様で覆われる。肉は黄色の地帯黄色で、はじめは固く締まっているが成長とともに柔らかくなる。傷つけても変色しない。成菌の傘表面成菌の柄と観光柄の上部に細かい網目模様が見られる。成菌の高校拡大。ありがとうございます。